い、メルスデス、メルセデス日記でございます。2022年10月の21日です。今日僕運転してます。ウインカー出してないのに動いたらダメよ。動く前にウインカーですよ。寄りすぎ寄りすぎ寄りすぎ。寄りすぎって危ないよ。今日は奥さんの運転でヒヤヒヤしながら中継中です。でも座って危ない。この先ベルトして左からの合流があります。はい、合流の時は右ラインね。合流の時左行くとまた合流に邪魔されます。さあ本日はさあドン開けました。開けましたが開けた感がわからない。ドン天ですね。良くないですね。車怖い。白いのE350で今日はトライしております。運転手は奥さんです。奥さんは、事故ったことがあるので、慎重運転をしております。奥さんは自分のなんか車間距離、あなたの車間距離怖い。大丈夫ね、これね。この黄色い車がやばいからね。黄色い車ってどれ？K ね、前の白い黄色くわかんないね。もうなんかもうこう車線がこんな感じ。あれを越したいんだけど。いや左寄ってばいいよ。あ、また合流あるか、合流あるから前見て、前見て。じゃ前にもね、白いこの白い車にも前にも車がいるから入れません、はいはい、詰めて詰めて入ってくるから。これ以上開けたら入ってくる。そう、これキープ、これキープ。共感ですか？共感ではないんですけど。共感ですよ、さっきから。共感ではないんですけど、ちょっと寄りすぎてるって、右に。寄りすぎてるって。そう。ガードレールに激突。今度こっちに寄りすぎ。今いいね、いい感じ。今いい感じ。自分でさ、ライン決めといてよ、真ん中のところのライン。帰って帰ってくる。あ、もう遅い、もう遅い、もう遅い。ブレーキ危ないよ、うん、この先左からの合流があります。合流いらんね、いらんね。ねえレオンさん、楽しくないね、ママが運転するとね。楽しいよ。レオン今からどっか行くと思ってんだよ。オーケー。保育園行くんでした。独立不動背筋ピン。椅子の意味ない、リクライニングの意味がない。